ちゃんでも実際に映像で見ましたね、豪快なタイプで。これがね、キャンプはもう振り分けるとしたらやっぱり新庭台で2分スタートぐらいかな。まあそれはこの辺の方ですけど、あ、まあ、自主トレの段階で、ね、見て、その辺が、まあ、スカウトとの話し合いもあって、まあ、やっぱりどういう育成をするかによってそうですね、そうですね、まあ、大学生が一番こう考えどころかな。あ、そうだよね、うん、でも、え、ヒデの時どうやった、キャンプ1年目って。1軍だった。いや、1軍で、うん、やっぱりこう最初にもブルペン、はい、若いのから入ったりとか、第2クールぐらい、僕ちょっとね、卒業の関係で少し遅れてったんだけど、サイパンっていうところで、はいはい、サイパンで、第2クールぐらいからピッチングしたと。で、そのピッチングしたのも、うん、やっぱこうガンガン若いやつと一緒じゃなくて、まあ、別。そうだね、そうだよね、うん、俺もそうだ、そこら辺はちょっと気遣ってくれて、うん、やっぱり横で若いやつガンガン投げたら同じように飛ばしちゃうんで、うん、